に次行く場所はこちらです。じゃん、朝霧町。ドクマもかわいい、かわいい、滑舌が良くなりますように。せーの、おー、色鮮やかな。これはもっちもちだ。さあ、くまモンとのふれあい谷さえちゃんですが、いつもの場所にいませんね。そうなんですよ、今週さえちゃんお休みでして、うん、あ、そうか、はい、代わって私がお伝えいたします。さえ、はいはい、ちゃんとくまモンなんですが、今回は朝霧町に行ってきました。視界が霧で真っ白です。そう、ここは熊郡朝霧町にやってきました。本当に霧の中になんかいる。いやー、かわいい。やめですよ、小さくてかわいいですよ。分かってる。あれ、黒ヤギさんを発見しました。黒ヤギちょっとヤギじゃなかろう。ここ朝霧町を流れる球磨川の河川敷にはおよそ20匹のヤギが放牧されているんです。そのヤギのお世話をしている白垣さんにお話を聞いてみました。子どもたちがこう自然と触れ合って動物と触れ合う場所作りをしようということでここ始めた。ヤギさん以上に立派なおひげでめさて、今回もサイコロでお題を決めますよ。勢いよく投げたね。お、4、4番はじゃん、町のすごいものを探すもん。谷水薬師さん、紙をね、濡らしてこう薬師さんに投げつけて当たったところは病気が良くなるとか。いや、見たことあります。朝霧町といえば町指定有形文化財にもなっている谷水薬師。山門に立つ2体の仁王像は自分が治したいところに紙を投げてくっつけば病が治ると言われています。参道の入り口には紙つぶて用のティッシュが売られているんですが、これをどうするかと言いますと、自分の唾液で噛んだのを痛いところに目がけて投げてください。あの仁王像に唾液のものを投げる。なんと噛んで唾液で湿らせたものを仁王像に投げつけるんです。向かって右が女性用、左が男性用です。昔からそうみたいですよ。くまモンはどこをこう直したい？どこどこ？お目目？なんで？目つきが悪いからもっとパッチリお目目にしたいの？そうなんだ。大事タイムでつけないと。パッチリは目々になるかな。頑張れクマモン。せーの。あれ、どうするんだよ。外れた。どう捉えたらいいんですか。残念でした。残念ながら壁に当たって落ちてしまったので、クマモンの目つきはこのままです。次はさえちゃん、お仕事に対する悩みらしいですよ。いきますよ、はい、滑舌が良くなりますように。あ、おお、ついた。ちょっと口だ。お、これはない。すごい上手。お見事ですね。ありがとうございます。これでも大さんから怒られることないですよ。さえちゃん見事に成功。ではお手並み拝見。そうだ、せーの、赤巻きワニ。ダメだな。ご利益あるんですか。さえちゃん滑舌はね、ご利益じゃなくて練習なのよ。ということで、谷水薬師の売店の方に聞き込みです。朝霧町のすごい教えてください。で、野菜パスタですね。野菜パスタ。パスタ八神さんっていう方がおられて、そこのお野菜を練り込んだパスタです。何でもこのパスタ、朝霧町で採れた野菜の粉末を麺に練り込んでいるそうで、カラフルなんです。この生産者の方を訪ねました。ここで採れたお野菜があのパスタになるわけですか。そうですね、はい。八神さんは人参やほうれん草、ビーツなどさまざまな野菜を作っていて、お野菜パスタに使われている野菜はすべて八神さんの畑で採れたものです。では八神さんにこの寒空の下
料理を作ってもらいます。ほうれん草、はい、お野菜パスタのほうれん草で。私並みに料理ベタなさえちゃん、はい、パスタを茹でるため広げたかったようなんですが、はい、料理は見るんだけど、なんだまあそんな感じです。え、ダメだしね。なんでできないんだって、私もなんでできないんだと思ったよ。茹で上がったパスタは綺麗な緑色、それに今回は急遽準備していただきましたので、はい、温めるだけのソースをかけます、はい、いただきます。はい、はい、もっちもちだ。ほうれん草のちょっとね苦手な方もいるかもしれないけど、そういった香りはしないから食べやすい。おいしい。若い人が少しでも農業に興味を持って、もうちょっと農業が盛り上がってくれればなと、面白い農業があるっていうことを発信していければなと思っています。おいしいお野菜たくさんありましたので、皆さんぜひお野菜食べてほしいですね。そうですね、はい、朝霧町のすごい達成しました。あ、今回も楽しい旅でしたね。あれも谷水薬師さん、はい、よくニュースなどではね、そうなんですか、ご紹介するんですよ。私知らなかった、ね、私も行ったことないんですよ。だから投げてみたいなと思って。面白いですよね。どこに、どこに、元橋さんどこ狙うんですか。私はですね、まあ一つだけ言えと言われたらお尻に当てたいんですけどね。あ、お尻、そっか、やっぱり私はちょっと地主なんで、だただね、あれでもやっぱりお尻は裏側なんで、うん、どうしたらいいの。後ろにカーブでね、カーブで当てないといけませんからね。どうやったって治らないってことじゃないですか。残念ながら、この谷水薬師さんは熊本からですと車で2時間ちょっとでね、はい、行けるということ で、 ですよ、ね、カーブを練習していっていただきたいと思いますけれども、はい、そしてあのお野菜パスタですよ。矢上さんありがとうございます。私いただきまして、あ、そうなの、ええ、美香ちゃんにってことで、あの、このさえちゃんのロケの後にさえちゃんがね持ってきてくれて、美味しかった。ちょっとあの太麺もありますし、細い麺もあって、そのソースにまあ大していろんなね麺を試してみたら、はい、美味しかったですよ。もっちりしてるんですか。もっちりしてます。へー、じゃあ手打ち麺のような。そうです、タリアテッレっていうのです、ね、あ、いや私もらってないですね。あ、あれ、私食べてないですよ。じゃあお問い合わせこちらですので買ってください。いつも美香ちゃんばっかりで、ね、私外されるんですよね。お野菜パスタ朝霧農園さん、本橋さんメモいいですか。ああ、わかりました。0966-45-9488、はい、0966-45-9488番、朝霧農園さんです、はい、さあ次はどこに行くんでしょうか。こちら OK です、買いに行きます。サイコロ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 、ちょっと目回ったの、クマも、うん、4番はどこでしょう。せーの、宇土市、宇土市の皆さん待っててくださいね。